室町東三井ビルディングは東京都中央区日本橋室町に所在する超高層ビルである。三井不動産が官民地元と一体で進めた室町東地区開発計画の第一期として建てられた。高層部は賃貸オフィス、低層階の商業テナント区画はカーリード室町一の名称が付されている。第57回 BCS 賞。 平成28年度土地活用モデル大賞を受賞。地下4階、地上24階建ての複合ビルであり、2010年10月28日に商業施設部分のカーリード室町が10月30日に多目的ホールの日本橋三井ホールがそれぞれオープンした。地下4階と地上8階には、互いに一体的にエネルギーを供給する地域冷暖房施設と、 特攻電気設備も設置されている。東京メトロの3越前駅に直結している。カーリード室町として開業し、隣接するカーリード室町2、カーリード室町3の開業に伴い、カーリード室町1に改名した。年間来館者数を500万人、年間売上高を40億円と予想していた。地下1階地上4階部分に飲食店など27店が、 営業を展開する。地上5から6階にある平戸間形式の多目的ホール。最大席数1000席。車音性能90デシベルの浮き床構造を採用し、ビジネスユースから週末のエンターテイメントに対応可能な舞台機構を備えたホールとした。こけら落とし公演は、松本幸四郎、市川染五郎親子によって、樹勢ド三番層が上演され、続いて、 富永愛ラが新作ファンショーを身にまとって登場した10階から21階までがオフィスフロア。オフィスを置く主な企業カーリード室町市に関するカテゴリー。ありがとうございます。